皆さんこんにちは。堺シャローム福音教会の小山英二です。今日は11月16日、聖書箇所はヨハネの黙示録15章1節から8節、神の栄光と御力を表す最後の災害。ヨハネの黙示録15章1節から8節。また私は天にもう一つの巨大な驚くべき印を見た。7人の御使いが最後の7つの災害を携えていた。神の激しい怒りはここに極まるのである。私は火の混じったガラスの海のようなものを見た。獣とその像とその名を示す数字とに打ち勝った人々が神の盾ごとを手にしてこのガラスの海のほとりに立っていた。彼らは神のしもべモーセの歌と子羊の歌とを歌っていった。あなたの御業は偉大であり驚くべきものです。主よ、万物の支配者である神よ、あなたの道は正しく真実です。もろもろの民の王よ、主よ、誰かあなたを恐れず皆を褒めたたえないものがあるでしょうか。ただあなただけが聖なる方です。すべての国々の民は来てあなたの御前にひれ伏します。あなたの正しい裁きが明らかにされたからです。その後、また私は見た。天にある証の幕屋の聖所が開いた。そしてその聖所から7つの災害を携えた7人の御使いが出てきた。彼らは清い光り輝く天布を着て、胸には金の帯を締めていた。また4つの生き物の1つが永遠に生きておられる神の御怒りの満ちた7つの金の鉢を7人の御使いに渡した。聖所は神の栄光と神の大能から立ち上る煙で満たされ、7人の御使いたちの7つの災害が終わるまでは誰もその聖所に入ることができなかった。3節のモーセの歌と子羊の歌とは何のことでしょうか。モーセはエジプトで奴隷生活を送っていたイスラエルの人々を解放した指導者です。子羊はイエス・キリストを指しています。モーセの歌は出エジプト記15章、子羊の歌は黙示録5章に記録されているものを指していると言われます。モーセの歌は聖書における最初の歌で、子羊の歌は最後の歌です。モーセの歌は紅海のほとりで歌われ、子羊の歌はガラスの海のほとりで歌われます。モーセの歌は守りの歌で、子羊の歌は贖いの歌です。モーセは旧約聖書の代表であり、子羊であるキリストは新約聖書の代表であります。ですからいつの時代でも私たちが歌うように与えられた歌と考えることもできると思います。それは神がどのようなお方であるか、その告白の歌であります。思い出していただきたいことは、この黙示録はそもそも迫害下にあった教会に送られたものだということであります。つまり
マイナスに見える状況の中で、これらの歌を歌うことの大切さを私たちに伝えているものでもあるということであります。この歌には7つのポイントがあります。まず第1番目のポイントは、万物の支配者である神。新共同訳では、全能者である神、主と訳しています。全能者とは、何でもできる方という意味であります。神に不可能なことはありません。人にはできないことも、神にできないことはありません。私たちは、どんなことでも神にはできると歌う必要があります。第2番目のポイントは、神の御業は偉大であり、驚くべきものということであります。神がなされることはいつも私たちの思いをはるかに超えて素晴らしいものであります。主は素晴らしいことをされると歌うことは問題を小さくし神を大きくします。ある牧師がこんなことを言っていました。小さいことにくよくよしてはいけません。所詮すべては小さなことです。とはいえ、私たちは問題を大きくすることに関しては結構プロフェッショナルなところがあるのではないでしょうか。だからこそ、神は大いなる神であり、大いなることをなされると歌う必要があるわけです。第3番目のポイントは、神の道は正しく真実。道というのは方法とも訳せる言葉です。神のやり方はいつも正しくて真実ということであります。私たちはすべてのことを理解することはできません。それなのに、私たちの祈りはよく神に自分の方法を指示する祈りが多いのではないでしょうか。神様、こういう方法でこうすれば問題は解決します。お願いしますというような。ところが、自分の計画した通りに神がしてくださらないと、私たちは怒ったりします。そして、不思議と全てが解決したときに、神の方法の方が正しく真実であったということに気づかされるわけであります。私たちが神を支持するのではなく、神の方法を私たちはへり下って尋ね求めることの方が大事なのではないでしょうか。ですから、神のやり方はいつも正しくて真実と歌う必要があるわけです。第4番目のポイントは、神は諸々の民の王ということであります。神はイスラエルの人々しか関心がない、そんなことはありません。なぜならば、創造主なる神はイスラエルの人々だけではなく、すべての人の創造主であり、すべての人を愛し、すべての人の王だからであります。2年前、イギリス・ロンドンでアルファカンファレンスが持たれました。いつもは何か日本で少数派という感じでありますが、その時、そのロンドンの街全体が世界中のクリスチャンに満ち溢れたという、そういう体験をしました。そのような時も、信仰生活を送る上で励みとなると思います。日本は世界でも稀に見るクリスチャン人口の少ない国であります。ですから、私たちは神が諸々の民の王であるということを歌う必要があるわけであります。第5番目のポイントは、神は聖なる方ということであります。ここで使われている聖という言葉は特殊な言葉でありまして、神お一人が持たれる聖という意味があります。森山聡という牧師は、最も神聖で何者も模倣し得ない神の聖であるというふうに言っております。日本人には絶対的な神という概念が理解しがたい国民性があると言われます。だからこそ、神が聖なる方、何にも変えがたい絶対的な神聖なお方であるということを歌う必要があるわけであります。第6番目のポイントは、神はすべての人がひれ伏す方ということであります。聖書ははっきりと、やがてすべての人が膝をかがめ、イエスは主であると告白する時が来ると言います。ひれ伏すというのは、
礼拝するということであります。そもそも人は神を礼拝するために作られました。どの世界、どの文化にも教えられていなくても何かを礼拝するという思いが人のうちにあるわけです。創造主なる神を礼拝するために人はそもそも作られたからであります。ですから、すべての人は膝をかがめイエスを主であると告白する、そう歌い続ける必要があるわけです。第7番目のポイントは、神は正しい裁きをされる方ということであります。この世界は無秩序ではありません。正しい裁きをされる方がおられる。私たちはこの告白をし続ける必要があります。ローマ帝国の迫害下にあったクリスチャンたちにとって、この告白は大きな意味があったと思います。正義の見えない社会に生きていたクリスチャンたちにとって、この歌はとても大きな意味があったわけです。栄光イエスにあれという賛美の中に、あなたはすべ収められる、永遠に正義を持ってという歌詞がありますが、まさに私たちはこのような歌を歌い続ける必要があるわけです。ガラスの海のほとりに立っていた人々は神の盾ごとを手にしていたとあります。ガラスの海というのは、英語ではクリスタルの海と訳しておりますように、輝きを意味しております。つまり栄光に輝く神の臨在を指しているわけです。盾ごとというのは、ここでは賛美を意味しています。つまり神の栄光の臨在の前では、人は感謝と賛美に満たされるということだと思います。いかがでしょうか。感謝と賛美に満たされているでしょうか。この箇所に描写されているような生ける神の現実を体験することができるならば、ただ神の栄光の臨在の前に盾ごとを持って立っている自分に気づくことができるのではないでしょうか。ある10代の少年が小さな教会に入りますと、そこの牧師がこのように言いました。青年よ、君は悩んでいます。君はキリストを見上げない限り、その苦悩から逃れることは決してできません。仰ぎ望め、ただ仰ぎ望むのです。その時、この少年はあたかも電気に打たれたかのように感動しました。イエス・キリストを仰ぎ望むことに、すべての答えがあるということが分かったからであります。彼はやがてイギリスを代表する牧師になりました。彼の名はチャールズ・ハドン・スポルジョン。後に説教者のプリンスと呼ばれる方であります。祈ります。愛する天のお父様、あなたの皆を賛美します。あなたこそ万物の支配者である神。その御業は偉大であり驚くべきもの。その道は正しく真実。もろもろの民の王、聖なる方、すべての人がひれ伏す方、正しい裁きをされる方、日々イエス様あなたを仰ぎ見、歌いつつ歩むことができますように、主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。We'll be right back.